会いたい。ごそうようちょう。おがなびら。今月の二十六日火曜日。今日歴では。八月の七日。なとえびひん。皆さん、一週間ぶりあいびしが。ねえ、元気なさっていましたか。すっかり。 秋ですね。って言いたかったけど。<laughs> ねまだまだ、ちょっと、夏の名残が強すぎるね。<laughs> まだ秋だね。いいね。って感じには、ならない感じじゃない皆さんの、あの、沖縄に住んでいる皆さん。各地の空の状況はどんなですかね。本土の方は、あれね、内地はみんな、あの、いい感じに秋になっている。ちょっと、朝晩はもう、布団、 もう一枚かけようかねって、あんな感じになっているのかね。うちのはまだまだあれよ。あの、今日も気温がね、高温注意報みたいの出ているから気をつけてね、ということで。ねえ、もうあの、秋季節の変わり目だから風邪ひかんでね、よりも、熱中症まだまだ気をつけてみようかね、っていう感じですよね。さて、えー、今月ね、いろいろな沖縄の行事もあったりして、国だやまくとばの日、 でしたよね訓後、えー、の18日ということでいろんな地域でねもうあのー、これ慣れ親しんできた行事その日になっているからいろんなところであのこんなこと行われたよっていうのがね新聞に載っていたりするんですが今朝の琉球新聞にも「金町でね島言葉の日」の放送があったよってことでねいろいろと防災無線や有線放送で夕方頃になると金町ではいつも各地区のね あの子どもたちの呼びかけ帰宅を呼びかけている放送があるんだけれどもこれを初めてしまう言葉でねなさったということで結構好評だったらしいですね。ってこれ金の言葉ですねあの間違っていたらすいませんねこのイントネーションとかね。 これ、夕方まで遊んでいる子供たちは、どこの子供たちねって、わらびんちゃとか、あんな言わないんだね。われんちゃって言うんですね。なんか、かわいい感じの発音ですね。まあ、この日は、町内に優しく響いたしまくとばの声の主、えー、町内に住む安富八重子さんだったそうです。放送は、事前に録音されたもの。 10年前まで小学校の教師をなさっていた足富さん、安富さん。子どもたちに注意をするときは、優しく話しかけると聞く耳を持つ。だから、今回も優しく話すことを心がけたと、微笑んでいらしたそうで、呼んでいるお姿ね、写真に載っていらっしゃるけど、一生懸命でも優しさがね、この、なんだかね、ほんわかした感じが滲み出ているね、お姿も見えていますよ。 島言葉放送を発案したのは、近町文化協会島言葉部会の部長で、えー、超中央公民館の山城館長だそうです。館長によりますと、 緊張の各地区の行事ごとに、町内放送で島言葉で行事の説明をしているということなんですが、今回は子どもたちにも島言葉に関心を持ってもらおうと企画したということで、島言葉に親しむ一つのきっかけにしてほしいと期待を寄せたそうです。そう。沖縄、本島だけでも、島々のね、言葉が違うっていうのは分かりますけど、本島でも各市町村、そしてこの各地域の,この 各地区ごとでもこの違いますよね一つの言葉とっても,、ね、もう知らないことだらけですのでこうやって皆さんとねあの地域ドライブした時に聞こえてくる言葉で「あこの地域地区はこんな言葉してるんだね」って勉強にもなってなんか嬉しい優しい気持ちにもなりそうですよね耳を傾けながらゆっくりね安全運転のドライブにもなりますしね。 「しまことばの日これきっかけにまたねどん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 また今月だけじゃなくて、えー、ずっとずっとねこんなふうに私もちょっとわだけでもねこのしまことばの雰囲気出しながらと思っていますのでいろいろと勉強させてくださいね石底巻きのユンタクランチボックス。 改めまして、皆さん、こんにちは。イルラジー火曜日、始まりました。火曜日は、まきママこと、石底巻の、ユンタクランチボックスでございますよ。皆さん、55分間お付き合い、ゆたさることですね。さて、えー、皆さんの地域の島言葉、何かね、こんなものあるよってありましたら、教えていただけると嬉しいな。本格的にね、学びたいなと思いながらも、 私はあの沖縄本島を那覇那覇で主に育ってはいるんですけど、うんとね、あの父方がお父さんの方が与那国なのでルーツが与那国なのでどっちかというとこの与那国土南の方言の中で育ったんですねだからあ,のあんまり沖縄方言本島の方言っていうのは分からなかったんですけど、ね、昔はあのこの芝居の あのテレビとか見てても全然わからなかった民謡もあんまり聞けなかった感じだったんですけどだんだんとねこの興味を持っていくうちにどんどんと入ってくるんですよね不思議なことに聞こうと思って聞いてくるとっていうところでで逆に今おばあちゃんとかねあのおばちゃんたちがねあの旅立ってからはなかなかねそのあの与那に ナンの方言に親しむっていうのがまたどん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 薄れていってね聞くとほっとするんだけどまあニュアンス的なぐらいしかねちょっとわからないんですけれどもだからいろんなルーツ自分のルーツ的なものも勉強したいなとかあとは一般的なね沖縄本島のこの言葉もねちょっとどんどん上達していけたらなと思っています。 と思うので皆さんからもねいろいろと教えてもらったら嬉しいですねそしてこのね放送を聞いていていろんな全国各地でね皆さん聞いてくださっているので、えー、いろいろこの交流がね言葉でできたらいいなと思っていますよ。 さて、えぇ、ー、昼ラジ、火曜日。この番組は、うん、メールアドレスもあるんですね。昼ラジ12、アットマーク、gmail.com、hiru, ra, ji、数字の1、2、 いるラジ12アットマーク gmail.com で皆様からのメッセージお待ちしています。こちらはメッセージと一緒にリスナープレゼントの応募もできますので、後ほど詳しく紹介しましょうね、えー、本当でしたら5週目はプレゼントがない。週なんですが、今回は。 二つ、二箇所からね、いただいているということで、豪華なプレゼント。ね、先週の金曜日から、ソノちゃん担当の金曜日から始まっているということで、いつも以上に応募が殺到しているということです。後ほど詳しくね、ご紹介いたしますね。そして昼ラジは、えー、FM コザ、FM ギノワン、FM ナハ、三曲同時生放送でお届けしています。火曜日は、こちら FM コザのスタジオから、沖縄市中央パンクアベニュー入ってすぐの右手の、 ガラス張りの広いスタジオから外を見上げながら空も見ながら行き交う人とねたまには手も振りながら、えー、おしゃべり楽しんでいるところです。ラ、えー、ラジジオオで聞いいてててくだささっている皆さんそして、えー、昼ラジオ ツイキャススユーートリームでも発信しています、えー、どうぞ、どちらからかね、えー、聞きやすい方で、そして参加しやすい方で、ぜひぜひ、えー、ご一緒くださいね。リスンラジオでもね、聞けますのでね、こちらもぜひセレクトしてみてはいかがでしょうか。さあ、それでは、えー、この後、前半後半、タクずっとタクですけどね、火曜日はお付き合いいただくのですが、まずは1曲お届けしてからね。 番組内でお届けする曲はまき、あ、ママがね今聴きたいな今日聴きたいなと思ったアーティストナンバーからお届けしていますが今週はスーパーフライのアルバム「ホワイト」から3曲お届けしたいと思います先日ねあのお甥っ子ちゃんの誕生日パーティーをカラオケルームでお昼にねやったんですがその時に娘が歌っていてなんかもうあの日頃のね受験のストレスを吹き飛ばすかのように <laughs> この曲で <laughs>。 もうみんな盛り上がりましたがスーパーフライ愛を体に吹き込んで。 大体いい、ごそうよちょう小なびら。今月の26日火曜日、今日歴では8月の7日、納豆エビ。皆さん、一週間ぶり ABC がねえ、元気なさっていましたかすっかり、 秋ですね。って言いたかったけど。<laughs> ねまだまだ、ちょっと、夏の名残が強すぎるね。<laughs> まだ秋だね。いいね。って感じには、ならない感じじゃない皆さんの、あの、沖縄に住んでいる皆さん。各地の空の状況はどんなですかね。本土の方は、あれね、内地はみんな、あの、いい感じに秋になっている。ちょっと、朝晩はもう、布団、 もう一枚かけようかねって、あんな感じになっているのかね。うちのはまだまだあれよ。あの、今日も気温がね、高温注意報みたいの出ているから気をつけてね、ということで。ねえ、もうあの、秋季節の変わり目だから風邪ひかんでね、よりも、熱中症まだまだ気をつけてみようかね、っていう感じですよね。さて、えー、今月ね、いろいろな沖縄の行事もあったりして、国だやまくとばの日、 でしたよね訓後、えー、の18日ということでいろんな地域でねもうあのー、これ慣れ親しんできた行事その日になっているからいろんなところであのこんなこと行われたよっていうのがね新聞に載っていたりするんですが今朝の琉球新聞にも「金町でね島言葉の日」の放送があったよってことでねいろいろと防災無線や有線放送で夕方頃になると金町ではいつも各地区のね あの子どもたちの呼びかけ帰宅を呼びかけている放送があるんだけれどもこれを初めてしまう言葉でねなさったということで結構好評だったらしいですね。ってこれ金の言葉ですねあの間違っていたらすいませんねこのイントネーションとかね。 これ、夕方まで遊んでいる子供たちは、どこの子供たちねって、わらびんちゃとか、あんな言わないんだね。われんちゃって言うんですね。なんか、かわいい感じの発音ですね。まあ、この日は、町内に優しく響いたしまくとばの声の主、えー、町内に住む安富八重子さんだったそうです。放送は、事前に録音されたもの。 10年前まで小学校の教師をなさっていた足富さん、安富さん。子どもたちに注意をするときは、優しく話しかけると聞く耳を持つ。だから、今回も優しく話すことを心がけたと、微笑んでいらしたそうで、呼んでいるお姿ね、写真載っていらっしゃるけど、一生懸命でも優しさがね、この、なんだかね、ほんわかした感じがにじみ出ているね、お姿も見えていますよ。 島言葉放送を発案したのは、近町文化協会島言葉部会の部長で、えー、超中央公民館の山城館長だそうです。館長によりますと、 緊張の各地区の行事ごとに、町内放送で島言葉で行事の説明をしているということなんですが、今回は子どもたちにも島言葉に関心を持ってもらおうと企画したということで、島言葉に親しむ一つのきっかけにしてほしいと期待を寄せたそうです。そう。沖縄、本島だけでも、島々のね、言葉が違うっていうのは分かりますけど、本島、いるらじ この番組は、目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場入参は、沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供と各社の協力でお送りします。 子どもの国に向かってシャンシャンと叫びましたが。 ね、シャンシャンは上野にしかいませんよってことでねもう本当に失礼いたしましたという感じなんですがなんか今朝、あのー、新聞にね可愛い,い顔が載ってて「もうああ可愛くなったねますます」と思ってねシャンシャンを見ていたんですがそうそううちにも可愛い子がいるんですよ生後1ヶ月半のね、えー、名前はスイカと言います。 お姉ちゃんがメロンというね、どちらもあの保護猫ちゃんを里親でもらってきたんですが、9歳のメロンちゃんに続いて、英語にするとウォーターメロンというつながりで、えー、2番目はスイカと名付けましたが、まあなんとかね、あのご飯も自分で食べれるようになって、えー、でも、全然あの赤ちゃんボーボーだから、もう、なんていうの あの、周りがまだ見えてないんですよね。お腹すいた、お腹すいただけでもう一目散にちっちゃいお皿。まあね、あのー、沖縄の伝統工芸にも親しんでもらおうということで、八 <laughs> ちむんのお皿に入れてね、あのー、まあこれ嘘だけど、ちょうどいい皿がね、その八ちむの皿だったので、それに入れたらもうこのお皿の周り、お皿と、 同じくらいだけ大きさが。で、お皿の周りをね、くるくる回りながら食べるんですよ。面白いよね。まだね、お水は飲んでくれなくて、ペースト状の柔らかい、えー、栄養たっぷりのね、あのものを食べてるんですが、それがまたいい香りがするんですよ。そしたら、うちのあの、9歳のお姉ちゃん猫、ね、のメロンちゃんは、あの、ドライフードを食べてるのでね、なんだか、なんだろう、この子だけ美味しいの。 食べててからにっていうことでねもうすごい1メートルぐらい離れたところからねものすごく睨みつけているわけ <laughs> でもテリトリー自分のテリトリーじゃないからってねあの寄ってこないんですけど、まあ、近づけてもねあまり今はいけないのでちょっと風もねひいてる子猫ちゃんなのであれなんですがねでその餌やりが終わりましたってなった時にはものすごく私たちを呼んでこのお姉ちゃん猫が「早くそこから出てこいで!」って。 うん、ここはあんまり良くないから早く私のそところに来てよって言って呼んで,で自分の落ち着く場所まで連れて行って撫でてくださいっていうことをするんですよなのでね今あの子育てをね一生懸命久しぶりにしているところなんですがもうねうちの人間のお姉ちゃんはおっきいのでねもう久しぶりに赤ちゃんの赤ちゃん育てをやっているというところでね結構大変なんですがだんだんとねだんだんと慣れてきて もう本当に最初は泣きながらなんで私だけやってんのって思いながらだったんですけどねかわいいねやっぱり動物の赤ちゃんって本当にかわいいなと思いながら初めての経験を <laughs> ね初めての経験いろいろまだまだ年をね重ねていってもできるんだなと思いながら今頑張っているところですね今度お写真もね何かしらでアップしてみようかなとも思っていますよ今日また病院に連れて行きます さてさて、えー、昼ラジ火曜日。火曜日は、まきままこと石底まき担当させていただいています。ユンタクランチボックスということで、まあお昼時なので、いろいろな話題を、ランチボックスをお弁当箱にね、詰め込んで、えー、よさよさと思ってきておりますが、いろんな話題、ね、 この一週間、一週間ごとにね、皆様にお会いしているので、その話題を持ってきているんですが、その前に、そうだそうだ、そうだね、えー、リスナープレゼントもね、言っておかなきゃいけませんね。えー、先ほどご案内したメールアドレス、ひるらじ12、アットマーク、gmail.com で、メッセージと、そして、えー、ランチの応募、ね、プレゼントの応募もできますので、こちらご紹介したいと思います。まず、はじめに先週のリスナープレゼントは、 はグランメールリゾートのレストランドレスダイナーペアランチ券でしたがこちらはまみ太郎さんが当選なさいましたおめでとうございますいつもねメールも送ってきてくださるまみ太郎さんおめでとうございますそして 本来ですと5週目え、月の5週目になりますと、リスナープレゼントは一旦お休みということになるんですが、今回は先週の金曜日、そのちゃんのえ金曜日の時に、えー、いつもゲストさんがね、来てくださるんですが、その時に、えー、沖縄グランメールリゾート、そしてカフーリゾート、シャッコンドホテルの、えー、社長さんがね、田中社長さんが、えー、ゲストに来てくださったということで、そしてたまたまとお誕生日だったということで、こちらがプレゼントを渡すのかなと思いき、 ソルちゃんは手作りのね、あのー、あれ、お野菜あげたのかなね、えー。逆にね、リスナープレゼントを豪華にまたまたいただいたということで、えー、まず、沖縄市、沖縄グランメールリゾートから、レストラン、とレスダイナーのディナー券を、あ、いつもはランチ券よね。なんですが、ディナー券を一組様に。そしてさらに、ホテル宿泊券を2名一組。 ペア1組様にプレゼントするということで嬉しいですねディナーとそして、えー、ペアで泊まれるホテル宿泊券を1組様にということでこちらは沖縄グランメールリゾートからいただいていますそしてオンナソ村の花風リゾート付着コンドホテルからはこちらはホテル宿泊券を2名1組様にプレゼントするということでちょっと 大丈夫ね。まだまだ、まあ、トップシーズンではないけれども、結構ね、私いろいろと、いろんなサイトで安く泊まれないかなって見てるんですけど、まだまだね、結構埋まってますよ。 この近キ々ンキンのスケジュールではなかなか取れないんですが、えー、社長自らということで、えー、いただきました。すごいですね。皆さん、今すぐよ、今すぐ送ってください。どんどんね、たくさんの応募の中から抽選でということになります。合計では3組様なんですが、沖縄グランメールリゾートからレストランドレスダイナーのディナー券を1組に、ホテル宿泊券を2名1組様に、そして、カフーリゾート不釈根のホテル、こちらは女村ですね。ホテル 宿泊券2名1組様にということでプレゼント、えー、今週の金曜日まで受け付けています。何回送ってもいいんだよね ね、何回送っても大丈夫です。抽選でね、厳選になる抽選でということになりますので、懸命に、ひるらじリスナープレゼントと書いていただいて、そして、お名前とご連絡先を書いて、メッセージもね、えー、一緒に送ってくださいね。メールアドレスは、ひるらじ12アットマーク、gmail.com。いつもの、このメールで受け付けています。ああ、どなたが当たるのか、来週の発表、楽しみですね。いいな、今の季節。ね。 まだ泳ごうと思えば泳げるし、ディナーもゆったりね。ええー、いいんじゃない秋のだって食材が。まあ、陽気は夏ですけど、まだまだね、残暑残暑って感じですけど、食材はもう秋にすっかり移行していますので、存分に満喫なさってくださいね。 さて、話題いろいろ、ユンタクランチボックス。えー、今日はですね、うんと、今朝の琉球新報にいろいろとね、興味深い、えー、ものが載っておりましたので、持ってきましたんよ。えー、県がスポーツクラブを支援していますということで、沖縄県が。ね、えー、私知らなかったんですが、12月に国際通りで大運動会が開かれるということなんですね。めぐみちゃん知ってましたか ね。沖縄県は子供から大人まで幅広い世代が学校や公民館、体育施設などを拠点にスポーツを楽しむ総合型地域スポーツクラブの認知度向上や活動支援に本腰を入れています。事業名は地域スポーツ活動健康力向上事業沖縄ジョイスポ運動で本年度から開始されました。 えー、県の住民が無料、または、えー、安い金額、定額で、総合型地域スポーツクラブのダンスや運動の教室を利用できるよう、沖縄県が支援するものです。 12月10日には、那覇市の国際通りで1000人以上の参加を目指す大運動会、オリンピース・イン国際大通り2017を初めて開催するということで、話題になっているということなんですね。総合型地域スポーツクラブの良さをここで一気に発信してしまおうということです。 まあ、県内には64のこのスポーツを中心としたクラブがあるということなんですが、その中から、え今年度え、本年度は県が6つのクラブを専攻し、教室事業や交流事業に取り組むもので、テレビ番組などでもクラブを紹介し、認知度の向上を目指します。 教室事業を実施するのは、小倉文化スポーツクラブ。これは那覇市から。そして糸満市からは、NPO 法人沖縄健康づくり協会ダブルピース。泣き人村からは、NPO 法人ナスク。女村からは、浜湯スポーツクラブ。そして那覇市から、アスリート工房。ということで、6つの、えー クラブが選ばれています交流事業として国際通りで開催するオリンピースはナージの NPO 法人アジアクラブが企画をし運営しているということです。 アスリート工房の福里代表は、総合型地域スポーツクラブは、年齢やレベルに関係なく、いろんなスポーツを楽しめると特徴を強調しているということで、えー、もう気軽に、ね、利用してくれるようにと呼びかけているそうです。沖縄県のホームページでは、県内各地の総合型地域スポーツクラブ、今64あるということですからね、その一覧を紹介しているので、行きやすいところ、あ興味深いところ、それぞれ アクセスしてみて選んでみるのもいいかもしれませんよね。もちろんあのジムなどね通っていらっしゃるという方います。でもちょっとジムに通うにはちょっとなと思っている方たちこうやって地域でねあのちょっとしたところから、えー、これ嬉しいよね。えー、定額でね低料金でそれからまた無料で指導もしてくれるところもあるということですからいろいろとねあの歩かない県民ということでもうこれねあもう。 あまり言われたくない、ね、言葉になっているんですがそれを解消するためにもちょっとずつそして、えー、今年は本当に沖縄も暑かったんですが、まあ今日も、ね、高温注意報は出ているんですけれども風はちょっと涼しい、ね優しい。 風になってきていますので、秋からこのスポーツ、ちょっとした体を動かすこと、始めてみてはいかがですかということで、そして12月に初めて開催される、これ面白いね。オリンピースイン国際大通り2017ということで、あの国際通りで、どんな感じでね、縦長のこの道路を使って、どんな風に、えー、楽しめるスポーツか、か あるのかなというところで。はい。ねもう参加がね、決まっているという団体もあるかもしれませんが。ええー、行ってみるだけでも楽しいですし、実際ね、自分たちが発信する側に回っても楽しいでしょうからね。ええー、まずは沖縄県のホームページで、県内各地の総合型地域スポーツクラブの一覧で、ね、見てみていただきたいと思います。地域で健康力向上しようということで、いろんな地域からね、発信されているのがいいですよね。 私もあの大好きだったんですスポーツとかねバドミントンしたりとかビーチサッカーもしてみたりとかちょっとあの走ってみたりとか大好きだったんですけどいろいろとね、まあ、ちょっと事情がありまして11年間ほぼ運動しておりませんたまにしらっと歩くくらいでねもうちょっとねあの筋力もつけていかなければなと思っているところなのでちょっとね気にしてみたいなと思いますよ。 さあ、そして、えー、こちら、流大生が企画、集客へということで、自ら描いた修学旅行、いかがですかということで、面白いですね。旅行業のジャンボツアーズと実現型ディスカッション企業、ガチ運は、カンボジア交流旅行、大学生による学生のためのワンランク上の修学旅行を、今月8日から14日まで実施したそうです。 ジャンボツアーズでインターンシップをした琉球大学の3人が企画から集客添乗員支援までを担当したということなんですね参加者は琉球大学や沖縄国際大学また専門学校の学生たち15人で、えー、カンボジアの学生らと料理やレクリエーションなどを通じて交流する企画を楽しみました ジャンボツアーズは今後、現地との密な人的交流ができる旅行として、学生旅行に加え、企業の新入社員研修としての商品化も検討しているということです。 今回の旅行では、カンボジアの日本語学校の学生たちと滞在中に連日交流をして、現地の文化や生活を深く学ぶ機会を設け、参加する学生は知人たちを介して集客もして、いろんなつながりがね、できたということなんです。企画した琉球大学の大城さん、上原さん、島さんは、 え、集客や企画などを実際にやってみて難しさを感じた。え、仕事に就く前に知る機会になり良かった。え、また現地の人と交流し得るものが多かった今後へ繋げていきたいと述べ、卒業後は観光業を目指したい考えを示したということです。ねもうあの、観光立憲 ね、発信してもうずっと長い沖縄ですが、まだ確立されていない部分もたくさんあるので、いろんなね、あのー、ところで、えー、こういった発信をしながら、そして学生のうちにインターンシップでより、あのー、 就職してから役に立つようなことを、どんどんね、学生自らが企画して、えー、それから、あの、反省点なども取り入れて、そこからどんどんね、あの、また企画をさらにさらに深く、ね、大きくしていければ、すごいですよね。働く、自分たちが就職した頃には、もう、あのー、新入社員というよりは、割ともう、あの、ね、すぐにもう使える人材になっていて、 どんどんとこれから沖縄のね観光も大きくなっていくのかなよりいいものになっていくのではないかなと思っていますよすごいですよねえー、カンボジア商品化検討もということで、えー、企業と一緒に描く修学旅行いいですねえー、これまでねあの私も娘とかいろんな子どもたちからここに修学旅行行ったけれどもちょっとあのー、なんだろう 定着しすぎて面白みに欠けるるとところもあるよとかね実際あの期待して行ってみたんだけれどもうんうんうんっていうところもあったりとかっていうことで学ぶものは大きいんだけれども実際に自分たちが入っていって体験をして本当によかったと思えるもので今後生かせるものっていうものを取り入れる修学旅行の企画っていうのもいいかもしれませんよね。 さあそれでは一曲お届けしましょう。今日はスーパーフライのアルバムホワイトからお届けしています。 大体いい、ごそうよちょうおがなびら。今月の26日火曜日、今日歴では8月の7日、納豆エビ。皆さん、一週間ぶり ABC がねえ、元気なさっていましたかすっかり。 秋ですね。って言いたかったけど。<laughs> ねまだまだ、ちょっと、夏の名残が強すぎるね。<laughs> まだ秋だね。いいね。って感じには、ならない感じじゃない皆さんの、あの、沖縄に住んでいる皆さん。各地の空の状況はどんなですかね。本土の方は、あれね、内地はみんな、あの、いい感じに秋になっている。ちょっと、朝晩はもう、布団、 もう一枚かけようかねって、あんな感じになっているのかね。うちのはまだまだあれよ。あの、今日も気温がね、高温注意報みたいの出ているから気をつけてね、ということで。ねえ、もうあの、秋季節の変わり目だから風邪ひかんでね、よりも、熱中症まだまだ気をつけてみようかね、っていう感じですよね。さて、ええー、今月ね、いろいろな沖縄の行事もあったりして、国だやまくとばの日、 でしたよね訓後、えー、の18日ということでいろんな地域でねもうあのー、これ慣れ親しんできた行事その日になっているからいろんなところであのこんなこと行われたよっていうのがね新聞に載っていたりするんですが今朝の琉球新聞にも「金町でね島言葉の日」の放送があったよってことでねいろいろと防災無線や有線放送で夕方頃になると金町ではいつも各地区のね あの子どもたちの呼びかけ帰宅を呼びかけている放送があるんだけれどもこれを初めてしまう言葉でねなさったということで結構好評だったらしいですね。ってこれ金の言葉ですねあの間違っていたらすいませんねこのイントネーションとかね。 これ、夕方まで遊んでいる子供たちは、どこの子供たちねって、わらびんちゃとか、あんな言わないんだね。われんちゃって言うんですね。なんか、かわいい感じの発音ですね。まあ、この日は、町内に優しく響いたしまくとばの声の主、えー、町内に住む安富八重子さんだったそうです。放送は、事前に録音されたもの。 10年前まで小学校の教師をなさっていた足富さん、安富さん。子どもたちに注意をするときは、優しく話しかけると聞く耳を持つ。だから、今回も優しく話すことを心がけたと、微笑んでいらしたそうで、呼んでいるお姿ね、写真載っていらっしゃるけど、一生懸命でも優しさがね、この、なんだかね、ほんわかした感じが滲み出ているね、お姿も見えていますよ。 島言葉放送を発案したのは、近町文化協会島言葉部会の部長で、えー、超中央公民館の山城館長だそうです。館長によりますと、 緊張の各地区の行事ごとに、町内放送で島言葉で行事の説明をしているということなんですが、今回は子どもたちにも島言葉に関心を持ってもらおうと企画したということで、島言葉に親しむ一つのきっかけにしてほしいと期待を寄せたそうです。そう。沖縄、本島だけでも、島々のね、言葉が違うっていうのは分かりますけど、本島でも各市町村、そしてこの各地域の,この 各地区ごとでもこの違いますよね一つの言葉とっても,、ね、もう知らないことだらけですのでこうやって皆さんとねあの地域ドライブした時に聞こえてくる言葉で「あこの地域地区はこんな言葉してるんだね」って勉強にもなってなんか嬉しい優しい気持ちにもなりそうですよね耳を傾けながらゆっくりね安全運転のドライブにもなりますしね。 「しま言葉の日」これきっかけにまたねどん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 また今月だけじゃなくて、えー、ずっとずっとね。 石底巻きコの4択ランチボックス。 昼ラジー火曜日。巻きままこと一足巻きのユンタクランチボックス。FM 小座のスタジオから火曜日はお送りしています。FM 小座 FM ギノワン、FM ナハ、3曲同時生放送で、そしてリスンラジオからも聞けちゃうよ。ユーストリーム。 ユーストリーム、インスタ、インスタじゃない、ツイキャスでお届けしています。ねえ、いろんなところでいろんなツールで皆さんにお聞きいただいています。ありがとうございます。さて、後半も今週は、えー、ユンタクランチボックス、いろいろな話題でということでお届けしております。さて、えー、っと、この時期になると。 アレルギー持ちの方ね、鼻ぐじゅぐじゅしたりとかね、ちょっと喘息心配だなとかね、ありますよね。私も。小さい頃は知らなかったんですが、ちょっと肌が弱かったり汗もができやすかったりとか、あったんですよね。でも、わかんなかった、あの頃。 ね、で、えー、ちょっとしたアレルギーを持っていたんだなというところで娘が生まれてから、えー、卵アレルギーになって3年間除去食を頑張ったんですがこれ実は私からねもらったものだったということで、えー、妊娠中にあの、ね、栄養が全部血液からお腹の子供に 行くんですがその時にはなんかもしかしてアレルギーあるかもしれないなと思っていたので成人性アトピーというのになったんですよ20代の時あまりに忙しすぎてお弁当ばっかり食べていたのでというところで市販のねであまりちゃんと栄養をちゃんとち,ちゃんと取ってなかったせいだと思うんですけど。 でもともとそういうちょっとアレルギー体質もあってっていうことでだったんですがあの生まれてからはああ大丈夫だと思って結構甘いものとか卵を、ね、含んだ製品を食べていたらちゃんとおっぱいからね出ていたということでねもう後でわかったんですがねでもおかげでねいろんな和食中心に3歳まではあの食を通してね子育てできてよかったなとは思っているんですがさて食末アレルギーの子どもたちが本当に今増えていると。 ということでまあ,あのしっかりした調査は2013年に国の調査を行われているんですが22人に1人が何らかの食物アレルギーを持っているということでこれは一クラス、まあ、小学校とかね学校に例えると一クラスに少なくとも1人の割合になっているということで多いですよねこんなに身近に、えー、アレルギーの子たちが増えているっていうことを皆さん考えたことありますか誤って食べたにには命に関わることも あり本当に注意が必要です当事者だけでなく周囲も共に学び考えたい問題ということでこれはあと今年の、ねえー、っと6月に、えー「暮らしの深掘り」ということで琉球新報で取り上げられていたものを、えー、ちょっとね私もいつも見てちょっと勉強をさせてもらっているんですが。 食物アレルギーは卵や乳小麦など特定の食物を食べたり、えー、飲んだりした時にそれを取り除こうと体が反応を起こすことなんですが軽い時ですとまぶたが腫れたり痒くなったりする程度、まあ、私もこの辺りなんだけど、えー、だけなんですが短時間のうちに全身に症状が現れるアナフィラキシーになると呼吸困難や意識が低下するアナフィラキシーショックを引き起こすこともあります。 ただ、大きくなるにつれて自然に治る子どもが多く、3歳までに半数、小学校入学前までに8割が食べても症状が出なくなると言われています。えー、先ほど少し申し上げましたもが国の機関。文部科学省が2013年に公表した調査によりますと、全国の公立小中高校で、えー、食物アレルギーのある児童生徒は全体の4.5%にあたる40万7500人。 2007年からの6年間で1.7倍に増えました。アナフィラキシーの経験者も200人に1人の割合でいたということなんですね。学校給食にはアレルギー反応を起こしやすい食材も多く入っています。食物アレルギーがある場合、学校では原因の食材を食べないようにして症状を起こさないようにする必要があります。 給食を食べずに自宅から弁当を持参する弁当対応、調理の過程で原因の食材を除く除去食、牛乳を豆乳にするなどの代替食、代わりのものを出す代替食を提供する学校もあり、まあ、努力が行われているということなんですが、えー、こうした対応は学校側と保護者で話し合って決めているそうです。 また学校以外の日常生活で市販の食品を口にする際も注意が必要ですよね。ヒリハットヒ ハッとするという事例は県内でも日常的に起きているそうでアレルギー専門医で沖縄共同病院小児科部長の尾辻医師によりますと市販の米粉パンにグルテンが入っていたことに気づかず食べた小麦アレルギーの子どもがアナフィラキシーショックを起こした事例もあったそうです。なるほどね 米、コパンと書いてあるで、米という字に気が取られて、この材料の中にグルテンが、えー、入っているのを見逃してしまったということで、なので細かくやっぱり表示を確認しないといけないということですよね。えー、こういった誤った食事、誤、えー、食を防ぐには、えー、食品、 表示の確認を徹底することが何より大切そしてそれと同時に食品を提供する側への知識の普及も重要となってくるということなんです。 ヒアリハットの例で言うと、えー、ヒヤリハットとは、まあ、重大な事故につながりかねないミスやトラブルのことということで、えー、3歳の男の子は注入口が共通タイプの自動販売機でジュースを買って飲んだら口周りにジンマシンが出たということでこれは前に購入した人のミルクがノズルに残っていてジュースに混入した。ななるほどね。ここういいったことはあまり気を使わないで、 というところありますよね15歳の女性ですが学校で周りにいた友人たちがお菓子を食べて机や制服の食べかすを払った後呼吸が苦しくなり声が出せなくなったということで間違って誤って口にしたわけでもないんですがこれは誇りとともに舞い上がったお菓子のかけらを吸い込んでアナフィラキシーを起こしたということなんですね。 で4歳の男の子友達が遊んでいた風船を貸してもらい膨らませたところじんましんや腹痛吐くなどしたということでこれはあの4歳ですから例えばお友達のお家に行ったりとか。 あと学童さんとかね、あの保育園とかで起こりやすすいですよね。男の子は卵アレルギーだったということで友達は卵豆腐を食べた後に風船を膨らませていたということで、うん、もうちょっとしたことなんですね。こういったふうに、ね、起きているということで。 なるほどとということですよねでそれに対しての対処法ということでアナフィラキシーを起こした時にエピペンが使われますでこれは症状の進行を一時的に抑える補助治療薬ということで学校とか子どもさんを、えー、見て守る、ねえー、ところには、えー、しっかりと置かれているということで先生方にもお医者さんたちを通して専門医を通して、ね、あのしっかりと研修も行われているということですが。 私たちももし何かあった時にこの子どもたちその形が持参したものを、えー、この症状が出た時にしっかりとねエピペンを使えるような形にしておいた方がいいということで,でこういったあの使い方なども詳しく、えー、いろんなサイトですとかあとはあの琉球新報ではね、えー、その連載などを通して え生活面の暮らしと生活の中での連載を通して、しっかりと皆さんにね、あのー、知れ渡るようにということで、えー、そういったものもありますので、ちょっとね、自分の子供は大丈夫、周りが大丈夫というところあるかもしれないけれども、そのお友達とか、あとはね、あの一緒に会食を楽しんだ時にそれが起こるかもしれないというところで、えー、知識をね、もうちょっとしっかり入れていかなければいけないかな、どんどんね、子供たちも増えているということなので、ちょっとアレルギーに関すること、また ちょっっっとと時間を取ってて、えー、ご紹介したいなと思っていな思ますさあ、それでは、ユンタコもね、えー、しすぎたかなという感じですが、えー、曲エンディングまでお届けしたいと思います。えー、スーパーフライのアルバムホワイトからホワイトライト。 会いたい。ごそうようちょう。小川なびら。今月の二十六日火曜日。今日歴では。八月の七日。名取ビン。皆さん、一週間ぶり合いビシが。ねえ、元気なさっていましたか。すっかり。 秋ですね。って言いたかったけど。<laughs> ねまだまだ、ちょっと、夏の名残が強すぎるね。<laughs> まだ秋だね。いいね。って感じには、ならない感じじゃない皆さんの、あの、沖縄に住んでいる皆さん。各地の空の状況はどんなですかね。本土の方は、あれね、内地はみんな、あの、いい感じに秋になっている。ちょっと、朝晩はもう、布団、 もう一枚かけようかねって、あんな感じになっているのかね。うちのはまだまだあれよ。あの、今日も気温がね、高温注意報みたいの出ているから気をつけてね、ということで。ねえ、もうあの、秋季節の変わり目だから風邪ひかんでね、よりも、熱中症まだまだ気をつけてみようかね、っていう感じですよね。さて、ええー、今月ね、いろいろな沖縄の行事もあったりして、国だやまくとばの日、 でしたよね訓後、えー、の18日ということでいろんな地域でねもうあのー、これ慣れ親しんできた行事その日になっているからいろんなところであのこんなこと行われたよっていうのがね新聞に載っていたりするんですが今朝の琉球新聞にも「金町でね島言葉の日」の放送があったよってことでねいろいろと防災無線や有線放送で夕方頃になると金町ではいつも各地区のね あの子どもたちの呼びかけ帰宅を呼びかけている放送があるんだけれどもこれを初めてしまう言葉でねなさったということで結構好評だったらしいですね。ってこれ金の言葉ですねあの間違っていたらすいませんねこのイントネーションとかね。 これ、夕方まで遊んでいる子供たちは、どこの子供たちねって、わらびんちゃとか、あんな言わないんだね。われんちゃって言うんですね。なんか、かわいい感じの発音ですね。まあ、この日は、町内に優しく響いたしまくとばの声の主、えー、町内に住む安富八重子さんだったそうです。放送は、事前に録音されたもの。 10年前まで小学校の教師をなさっていた足富さん、安富さん。子どもたちに注意をするときは、優しく話しかけると聞く耳を持つ。だから、今回も優しく話すことを心がけたと、微笑んでいらしたそうで、呼んでいるお姿ね、写真載っていらっしゃるけど、一生懸命でも優しさがね、この、なんだかね、ほんわかした感じが滲み出ているね、お姿も見えていますよ。 島言葉放送を発案したのは、近町文化協会島言葉部会の部長で、えー、超中央公民館の山城館長だそうです。館長によりますと、 緊張の各地区の行事ごとに、町内放送で島言葉で行事の説明をしているということなんですが、今回は子どもたちにも島言葉に関心を持ってもらおうと企画したということで、島言葉に親しむ一つのきっかけにしてほしいと期待を寄せたそうです。そう。沖縄、本島だけでも、島々のね、言葉が違うっていうのは分かりますけど、本島でも各市町村、そしてこの各地域の,この 各地区ごとでもこの違いますよね一つの言葉とってもね、もう知らないことだらけですな。こうやって皆さんとね、あの地域ドライブした時に聞こえてくる言葉であこの地区地区はこんな言葉してるんだねって勉強にもなってなんか嬉しい優しい気持ちにもなりそうですよね耳沖縄グランメールリゾートの提供と各社の協力でお送りしました私はまた来週火曜日にゆたさることね